私の寺は釜石市の指定避難所でございましたので、その津波の最中に避難所として何からすべきかというふうに考え、まず児童にありったけの布団、毛布、座布団出すように指示をいたしました。動けそうな男性には本堂内の仏具を片付ける手伝いをお願いをして、消防団には避難者の誘導を頼んで、私は山内を駆けずり回るという状態になりました。夜の帳が降りる頃、家が無事な避難者は帰し、そして収容しきれない避難者は消防団にお願いをして、他の避難所に移し、娘と避難者の数を確認いたしました。建物内には576名、境内には183名おりました。計759名と私と持続が3名、これが私の寺の避難所の始まりとなりました。夜に娘が不安から震えが止まらず、このままでは娘どころか避難者全員が危ぶまれまして、被災者の心的外傷、ストレス障害、PTSD を少しでも減らさなければというふうに考えまして、家族と相談をし、被災者がこれ以上辛くならないように声をかけること、そして笑わせることを次の日からやろうと決めたんですね。しかし私が PTSD になってしまったんですけれども、毎朝誰彼なく「もうおはよう」というふうに声をかけて、保健師の妻を保健師でございましたから声をかけながら体調を気遣い、娘は保育の学校に行っておりましたので、子どもの面倒を見てですね、私は食料と水の調達に出かけるのが当初の日課でございました。避難者の様子を見ると、元気に自主的に避難所の運営を手伝う者、言われながらもそれを支える者、そして反面何にもしないでただいる者、呆然とする者、何をしていいのか分からずうろうろする者、つまり人のために動く者と動けない者に分かれておりました。震災当日、死亡確認に忙しかった妻は、数日後、ご遺体は一体どうなってんだろうという声、そういう言葉に、私は遺体安置所がどこか探しまして、3月14日に安置所でご回顧をいたしました。その時の様子が「遺体」という映画のシーンに使われております。安置所の担当者に他に僧侶が来たかどうか尋ねましたけれども、誰も来ていないとの返事に落胆を覚えましたが、自分一人では手が回らないこともあり、思い切って宗派を超えて行うべきと、市内の主な寺院を回りまして、3月17日に釜石仏教会というのを立ち上げました。寺を回りながらお願いすると、快く了解する僧侶と、返事もしないでやる気のない、そういう僧侶に分かれました。最初は協力の了解をいただいた僧侶に対し、僧侶である以上心は同じなんだなというふうに思ったんですが、後で分かったことですけれども、僧侶自身の災害に対する考え方ではなくて、僧侶自身の信仰心の浅い深いが原因なのではないのかなというふうに思います。私の寺の家族の当初の日課は、朝6時の起床、6時半からのラジオ体操、そして7時に市職員と消防団との打ち合わせ、8時半の朝食、それからはおのおの仕事になりますけれども、家内は娘と共に避難者への声がけをしながら健康管理や清掃を行います。私は消防団に生活用水と飲料水を運ぶ指示をしてから、共同で炊き出しをしている近くの寺に参りまして、食料、資材、物品の調達を話し合って、みんなで調達先に行きます。昼過ぎに帰りまして、他の避難所へも物資の搬送をして、その後に遺体安置所や火葬場に向かいます。夕方には夕食をお出しし、当初は1日2食ですから、お出しして、家族から避難者の様子を聞いて、
問題があれば夕食後に関係者や市職員と消防団を話し合いをいたしました。避難者が自立できるよう避難所自治会というのを作ってですね、班編成を行い仕事の分担をしたわけです。毎日がこういう一日ですが、今考えればよく体が動いたもんだなというふうに思います。避難者の様子を見ますと、被災後数日経ってもですね、元気がなくて夜に真っ暗な街を見ながら、本当に街が復興できるんだろうか、弱気なことしか考えが及びません。私も寺に戻り、真っ暗な中に思わず座り込んでですね、言った言葉が、こういう時は仏の教えなんて役に立たないなって一言ポツンと言っちゃったんです。泣き言を言っちゃったんですよ。そうしたらば、そばにいる娘がですね、お父さん違うんじゃない、仏様の教えがあるから私たちは普段からお給仕してるんでしょって、だから避難者にもお給仕できるんじゃないって言った言葉にですね、娘の一言に、まさしく恥じるばかりでした。次の日からは避難者の生活時間を考えまして、午前9時にお勤めをして、本堂いっぱいの避難者で、ここちょっと開けてください、ここちょっと開けてくださいとお願いをして、お勤めをしたんですね。最初は非常に、檀家さんとか信者さんだけじゃないですから、非常に迷惑そうな顔をされました。いっぱいなのに間を空けるんですから迷惑だなという顔をするんですけれども、2日3日と経つうちに一緒にいつの間にかお題目を唱えるようになりまして、日々の話題から笑えるご法話を行ってみますと、少しずつ元気を取り戻したように思います。こういう時のご法話というのはですね、お釈迦様はどうのこうの、大聖人様はどうのこうの言っても通じないんです。何せこんな大変な思いしてますから、ご利益なんてないってみんな思ってますから、しかし元気が出るようにと避難者全員にお寺で配布してるお守りを持たせました。そしたらば皆さん快く持ってくれたんですね。そこから学んだのは、現実の惨事を見ると神仏のご利益はないというふうに思っているんですが、それでも避難者は救いは欲しいと思ってるんだ、そういうことが分かったということです。仏の救いがあっても津波に流された人々は、そのほとんどが一旦避難したのに些細なことにこだわった人、またはここまで津波は来ないというふうに高をくくった人ばかりでございました。一度避難した人でも地震で散らかった家を片付けてくると言った人や、家や車の鍵、保険証とか薬を取ってくるというふうに静止も聞かずに戻った方々は、ほとんどが命を落とし、高をくくった人も避難しようという声にですね、聞かなかったがために落命しておりました。皆様がお唱えする法華経受領本には、七時期永入難というふうに書かれております。人間の生きる方法は七時期永入難と書いてあるんです。どういうことかというと、現代語に訳すならば、素直になってこだわりを持つなということです。もしこの言葉通りに素直に忠告を聞いて、さらに物に執着しなければ命を落とさなかったはずです。まさに大事が起こった時にですね、神も仏もないのではなくて、仏の教えなんて役に立たないということもありません。大事が起こった時だからこそ、法華経の門そのものの仏の教えが役に立つんだというのを、私は明白に学んだ思いがいたしました。